こんにちは。こんにちは。文脈で読む聖書講座2回目です。ま聖書は私たち日々ですね、ま読んだらいいよっていうふうにこう教会で勧められたり、あるいはま教会実際に行くと説教でこう聖書の話を聞くんですけれども、その読み方といいますか、そのことをこの講座ではこう学んでいます。ま特に聖書の流れということについて。 意識しながらですね、まあ、聖書を読んでいこうというのが、まあ、この講座の趣旨です。前回、まあ、そういうことをあの全体の流れといいますか全体のこの講座のこう目指しているところについて見てきたんですけど、まあ、最初にですねそこで宿題を出しましまたこの言葉聖書にある言葉「私を強めてくださる方のおかげで私には全て可能です」という言葉があります。 「ピリピテルの手紙」の4章の13節の言葉です。で何ができるんですかねっていうことで、まあ、あのどんなことが皆さん頭の中にイメージしてこう浮かびましたかっていうことで宿題を出して少し返答をもらっているので、まあ、紹介したいと思います。まあ、あったのがこう人間関係をよくするっていうのが一つありました。まあ、非常にやっぱり人間関係で難しいですから 神様の力を借りないとこう,うまくいかないかなっていうのは確かに感じることですね。あるいは受験に成功するってなりましたね、まあ、確かにこれも私たちに、えー、とって非常に難しい話かもしれません。何かこうゲームをして試合に勝つクラブの試合で勝つとか、まあ、そういうことも強められることによって初めてできるのかもしれません。あるいはもっっと面白かったのが 普通でない超能力的なこと、まあそれがこうすべて神様の力によって私たちができるということの中に含むというふうなことをまあ,あの書いてくださった方もいらっしゃいます。例えば空を飛ぶとか、まあそんなことだと思うんですね。まあ他にあのお祈りをするとか、あるいはこう伝道するとか、あれ教会で賛美をするとか、まあ。 それぞれぞ日常でやっていることかもしれませんけれどもまあ増えてな分野とかあるいはなかなかこれうまくいきませんねっていうことでまあ神様の力強めてくださることで初めてできるっていうことをまあ教会生活としてまあ考えることもできるわけですけれどもまあしかしあのこの授業でテーマにしていますまあコンテクスト文脈というところ特に今日は聖書がどう書いているのか。 聖書の書き方そのこう言葉としての流れ文としての流れから聖書を読むということをこう考えていきたいと思うんですけれどもそのことをこう意,識意識してです、ね、先ほど読んだ聖書の箇所をうもう一度考えていきたいと思います、えー、ピリピとの手紙あれフリピの神とへの手紙ですけれども四章の十節から読みたいと思いますこの言葉自体は十三節なんですけれども 十節から十九節までをちょっと読んでみたいと思うんですねさてあなた方が私への心遣いをついにまた表してくれたことを私は主にあって非常に喜びました今までは思いはあってもそれを表す機会がなかったのでしょう物欲しさにこういうのではありません私は自分の置かれた境遇に満足することを学びました 貧しく暮らす術も豊かに暮らす術も知っています満腹することにも飢えることにも有り余ることにも乏しいことにもありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています私を強めてくださる方のおかげで私には全てが可能ですそれにしてもあなた方はよく私と苦しみを共にしてくれましたフィリピンの人たちあなた方も知っている通り 私が福音の宣教の初めにマケドニアから出かけて行った時会計を共にしてくれた教会はあなた方のほかに一つもありませんでしたテサロニケにいた時にもあなた方は私の救望を救おうとして何度も物を送ってくれました贈り物をあてにして言うわけではありませんむしろあなた方の長望を黒字にする実りを求めているのです私はあらゆるものを受けておりあり余るほどです そちらからの贈り物をエパフロデトから受け取って満ち足りていますそれはかぐわしい香りであり神が喜んで受けてくださる生贄です私の神はご自分の栄光の富に応じてキリストイエスにあってあなた方に必要なものをすべて満たしてくださいます全体を読んで何を言ってるのかと言いますとお金と言いますか経済的な 支援のこことととを言っていることがるがわか思いますパウロという人はまあ選挙旅行に出かけていったけれども非常にこうあの生活が苦しかった経済的な生活が苦しかったことをこう書いているわけですね。それに対してピリピリの教会が支援をしてくれたそのことに感謝したいということがですねこうずっとこうその気持ちといいますかその感謝の気持ちがつまあ書かれているわけです。その中で ててのこととができるる言っているのはまあ特に十三節でそう言っているんですけどその前の十二節では貧しい暮らしもできるし豊かなになった暮らしもできる満腹していることもにも対処できるし植えている生活にあった人としても私はちゃんと生活していけますと言っているんですね。つまり十三節で言っているのは神様が助けてくださる強めてくださることによって どんな状況に置かれようがどんなお金持ちであろうがどんな貧しい状況に置かれようが私はちゃんと生活できるんですという意味で使っているんですね。ですから、えっと、ここだけ読んでしまうと何ができるのか神様が助けてくださって何ができるのかといった時に、まあ、人間関係をよくするとかあるいは受験だとか、まあ、いろんなこ,うことをその言葉だけを取り上げるといろんなことが考えられるんですけれども。 しかし聖書自体はどんな経済的な状況に置かれようがちゃんと私の生活ができるんだそのことが可能なんだっていうことを実は言ってるんですね。そこに絞った形で私たちはこの文脈この手紙の文脈から読み取ることができるわけです。ですから逆に言うと。 この全体を読んでですね、まだ人間関係について良くしたいというふうに読む,読むとするならば、それはあの十分聖書を読みきれていないということにもなるわけですね。ですから文脈を読むつまり全体の流れを読む中で、それぞれのえ聖句あるいは言葉あるいは文というものが意味を持ってくる、意味が生み出される。それを私たちは自分に理解をすることが できるとということになりますですから非常に流れで読んでいくコンテクストで読んでいくそれを調べていくっていうことは大事なわけですね。えっとまあ、私この人いろいろます、ね、でそしてまた私たちは、えー、例えば小説を読んだりあるいは新聞を読んだり雑誌を読んだりあるいは聖書もそうだしあるいはメールもそうなんですけれども。 まあこう文章を読むという機会があります。でそうれより私たちは何が書いてあるのかということをまあ理解できるわけですね。で、しかしその理解するっていうのはちゃんとこういくつかのこう条件が整っていないといけないわけです。まあ例えばまあ一つはその私達がわかる言葉で書いてあるまず言語といいますか日本語がわかるんだったら日本語で書いてあるということもそうなんですけれども、しかしもう一つはその 流れに沿ってちゃんとその。文章があると。いうことがまあ大切なポイントになります。例えば、ええ、私にメールを送ってくださった方が、その。その人自身の家族の近況報告というものが。まあ、あの書いてあったとしますよね。その人。自身のことがあったり、あるいは家族が誰か結婚したとか。 あれ病気になったとか引っ越しをしたとかあれ今度みんなで集まりますよとかまそんなことがこう書いてあったとしますでも結論に行くまでにですね急にその人が例えば徳川家康の話を始めたと徳川家康こんな時期の人でこんなことをしました私は徳川家康についてこう思ってますみたいなことを急に話を始めたとするとするならば読み手としての私は非常に困惑するわけですね一体この人は何が言いたいんだろう り脈絡がない話になるわけですね。何が言いたいんだろうか自分の家族のことと徳永スとどう関わりがあるのかとかいやもしかしたらコピペ失敗したのかとかですねそんなふうなことも思うわけです。でも私たち実は聖書を読んでても時々そういう記事が実はあるんですね。例えばののの出エジプト記の4章の、えー2 四節から二十六節というところなんですけれども、シス・エジプト記の主人公はモーセという人です。彼はまああのいろいろあってですね、アラノに追い出されてしまう。まあエジプトに住んでいたんだけれども、アラノに追い出されるわけですね。その時にこう神様と出会うわけです。イスラエルの民を救うためにですね、モーセは選ばれました。 神様の方が選んでるんででるすね照あたりからずっとその話が続いていきます。でモーセさんはそれに対して「いやいや私なんて絶対無理」って言い続けるんですね。で神様はあのそのモーセの,その断りのこう何て言いますかこう返答に対して「いやいやあ,あなたあの私が選んだんだから大丈夫だ私の命令に従ってエジプトに戻って彼らを救いなさい」というふうに 神様は言い続けけるわけですでモーセは仕方なしにそれをこう受け入れてですねあのエジプトに帰っていく話、まあ、それが実は4章の20節のところまでこう来るわけですね。ところがですね24節さてその途中宿泊地のことであるであった主はモーセと出会い彼を殺そうとしたとあります。神様の方かから声かけてる いいやいや言ってるのに無理無理モーセを連をエジプトに連れて帰ろうとしているのにそれを決断したですねモーセを今度は神様自身が殺そうとしてるんですねずっと私その物語読んでいたた時に神様とモーセとの関係よく分かっているわけですだけど急に神様が心を変えて心変わりしてモーセを殺そうとしているつまり辻褄が合わないんじゃないですか 脈絡が合わないんじゃないですかというふうに私たちはこう思うんですね。まあその後にこうあのモスの妻であるツッポラという人のが出てきてっていうねその後まああのま活霊判示が出てくるんですけれども、まあそこにこう神様は何かモンセを殺そうとした理由が多分こう語語られているとは思うんです。まあそれはまたあのいろいろ考えていけば解釈できる箇所だと思うんですが。 ここで言いたいたのはとにかくなぜなぜあんだけ盲星を選びそしてまたしつこくそれについて神様がずっと言ってきたのにあっさりと彼を殺そうとしているその姿自身ですね私たちは疑問に思うわけですね。でそういう日常の生活において私また聖書の中においてそういう,こう脈絡がこう切れてしまうということを非常に私たちにとれば 疑問に思うしあるいはこう、ね、読んでて難しいと思うあるいはどんな解釈をしているのかどんなこう意味がそこにあるのかということを私たちはま時間をかけてですねいろいろなこうあの聖書のいろんな箇所とか、まあ、いろんなことを含めた上で理解をしないと大変苦労して理解をしていくということになるわけです。逆にそれだけ脈絡がつながっているっていうのは私たちにとれば聖書を読む上であるいは人々とコミュニケーションする上で ものすごく大切なことである理解その人の理解をするあるいは聖書を理解するという意味で非常に脈絡とといいううののは大切なものだというふうになもだにりますですから脈絡つまり文脈っていうのはそのここでテキストを言いたいつまり聖書ではなら聖書を言いたいことの方向性を与えているわけですね。こっちに向かって聖書はこのことを言いたいんですっていうこと。 ですからそこからずれるようなことがなれば非常に読みづらいということになりますね。ということは私たち、まあ、例えば説教こう教会の説教、まあ、礼拝のメッセージを聞くわけですけれども、まあ、それぞれ多分修法とかあってそして今日の聖書の箇所はここだなってなりますよね、まあ、大体あの何章何節ってあって、まあ、その場所が決まっているわけです。 そこから私たちは聞くわけですけれどもあるいは僕もそこから話をするわけですけれどもまあしかしそこの説あるいはそこの何説か分かりませんけれども例えば十説な十説を読もうと思えばその流れを読んでいくとするならばその前後を読まないといけないということになるわけですね。そそうううでななないいいいいいとととここの意味が実はは見えててていい仕掛けけになっっますあるいはもうちょっと広げていけば 例えば今,日今回はマルコの福音書から例えば2章の1節から10節について話を聞いたといった時にマルコの1章の最後の方あるいは2章の11節から次のところを理解するっていうのはもちろんそうですけども広げていけばじゃあマルコ全体の流れはどうなんだっていうことも問題になってくるわけです。マルコ福音書がどっちののの方向にその話を進めて行こうとするのかつまりイエス様 の例えばこういう,こう性格とかイエス様のこういう在り方イエス様のこういう側面っていうのを強調してどこを強調して読む読ん書こうとしているのかというそういう,こう方向性を持って実はあのマルコの福音書は福音書としてこう書いているわけですね。それはただ他の福音書とはその方向性が違うかもしれないです。多分ヨハネののの福福音音書書とマルコの福音書というのは やっぱり中身がだいぶこう方向性が違うと言えます。ヨハネの福音書の方が、まずちかってと神様としてのこうキリストの姿っていうのは強調するわけですね。一章のところを見ればそのことがもうはっきりと書かれています。けれどもマルコの福音書を見ると、まあ、神としての強調はま少ないと言えるかもしれません。どっちかって言うと人としてのイエス様の姿。 この地上でどういうふうにどういう人たちと関わって、そして福音を語り、またその神の業が起こったのかということをより強調するということですね。もちろん、こうイエス様のこう神であることを否定するということではなくて、そうではなくて、どっちの方をより重きを置いてですね。それを語ろうとしているのか、まさにそれがこう方向性ということになります。 ですからその辺の,こうあの全体の流れというものを私たちはよく知った上で、まあ、それぞれの聖書の箇所を読むあるいは説教を聞くということがまあ必要になってくるということですね。まあ、そういう,こうあの全体の,あの流れに沿った形でこの講義全体をこう見ていくということになりますので例えば残海の話をいずれすると思います非常に有名な話ですね。 ルカの19章に書かれていると思うんですけれどもそれも実はルカ全体からどういうふうに見られているのかということが必要になりますルカの福音書におけるイエス様の姿ルカの福音書でイエス様のこの点についてどう強調しているのかということが出てきますよく言われるのは例えばあの他のことで言えばルカ福音書を見ていくと例えばお金の話結構出てくるんです 残骸の話も結構そのお金にままつわりますよね彼のこう救いの応答というのは実は自分の持っているものをあの他の人に提供してそしてあの今まで騙していたものあるいはたくさん持っていたものを他の人と分け与えるっていうことが非常に大切なポイントとして出てくるんですけれども部下の場合そういう,こう観点というのが強く出てきます。 ですからそれぞれぞのの特徴というものがこ,うあるそこからその特徴を拾い上げる中でルカの言いたいことっていうのが見えてくるその方向でルカっていうのは書かれてるんですねっていうことになります。ですからあのまあそういう意味で一回一回確かにそれぞれの箇所を聖書で読んでいくっていうそれをこう突き詰めていくことは大事だと思います。本当にこの御言言葉葉例えば愛愛いう言葉が出てきたらその愛って 私たちにどのようにしてその神様の愛が成り立つのかそのために聖書はそのことについてどう言ってるのかっていうその言葉自体をこう突き進めていくっていう聖書の読み方は確かにあります。実際そういうことがこう私たちのクリスチャン生活にとってあるいは日々の生活にとってこう養いになっていきますし私を押し出していくわけですけれどもでもその愛っていう言葉がじゃあどのようにして使われているのか。 そこ,のそこで誰に対して誰を,誰を愛すべきなのか誰が誰を愛すべきなのかあれ実,実際じゃあ愛って何か,かって言ったらあのそれそこで相手のことを、まあ、大切に思うのかいや相手のことを好きに思うのかこういろんなこう意味合いが変わってくるわけでそういう意味であの言葉を一つ突き,突き詰めるっていうだけじゃなくてその「 全体の中でその「愛」っていう言葉がどう使われているのかということでその私たちが読もうとしている聖書の箇所の意味合いっていうのがより膨れた形で浮かび上がってくることができます。ぜひ私たちはですねあの、まあ、聖書を全体で読むといいますか流れに沿って読んでいくということをぜひ心がけてみてください。そこだけ思って あの、まあ、満足と言いますか、良かったねっていうだけじゃなくて、ぜひぜひ、あの。全体の中で、あ、こういうことが言いたいんだ、こういうことが言いたいんだ、というふうに見えてくることがたくさんありますので。そういうふうなご清聴の見方っていうのを試みていただけたら、いいかなと思います。講義としてはここまででしますけれども、なかご質問がある方いらっしゃいますか。あ、どうぞ、はい。えっと、デボーションしたいと思っているんですけれども。朝。 すごいいババタバタしていて子供を起こしてご飯食べさせて幼稚園を送ってでも仕事行く前に本当にちょっと聖書を見たいなと思ってパッと見言葉を開いて励まされていきたいなと思うんですけれどもやっぱそういう時も文脈を理解して読んだ方がいいでしょうかまああのそういう場合は非常に時間もないので全体を読むていのは難しいんですけどまあ 例えば個人デボーションを始めますといった時にまあ基本的には通読といってまあ聖書の例えば今回ロ,ローマみたいな手紙をますよっていうそういうデボーションだとするならば一章から最後の十六章まで読んでほしいんですねそういう形でこう通読する形でデボーションしてほしいんですけどそのことでまあ全体の流れが読めるっていうことなんですね。でまず時間を作ってですね今回このデボーションをするっていう箇所を でででできたらら最初から最後ま一回読んんみるっていうこといこししてほしいんですね例えば1時間半ぐらいかかるかもしれませんけれども一回とにかく読んでみるで次の日から一章一節から読んでくる読んでみるっていうのをしてみてください。だから一回一回じゃなくて全体の流れですから全体の流れをあ自分の流れで理解した上でじゃあもう一回細かいところを見ていくっていうことをなさったらいいかなと思います。 あのずっとあのお子さんでこと忙しいわけではないと思いますのであの、まあ、聖書を読むっていうのは時間があるから聖書を読むんじゃなくてぜひこうその中でこう全体を知るっていうことができる,とできるようになると思います、まあ、そのことを頭に入れて、まあ、忙しい時でも個々の聖書をこう触れてみるっていうことをなさったらいいかなと思います他に何か質問ありますか 文脈にこだわると聖書の読み方が狭くなってしまわないですか、はい、あのよくある質問なんです、ね、と先ほどの私たちが、えー、私を強めてくださる方のおかげで「私,は私には全てが可能です」という言葉を読みましたけれども文脈から読むとここは、まあ、あの経済的な生活それへの対処だというふうに申し上げました。もうそれしか,もなんか聖書は言いたいたこと ここだけななんですねっていう気になってしまってなかもしれませんししかしあの聖書自体はやっぱりそういうこうある幅を持って私たちはそこを理解するんですけれども、まあ、あの言いたいことってそんなにたくさんあるわけでは実はないんです聖書自体は。けれども私たちの生活ってもっと幅広いですからあの御言葉が私たちの生活で生きていくっていうのはそこの部分で多分 広がっていくんだと思うんですねですからあの気をつけないと逆にあの最初から広げて聖書を読んでしまうとさっきたいに何でもありになってしまうかもしれないですねそっちの方が多分危ないといいますか自分にとって都合のよく聖書を読んでしまうっていう危険があるのでの、まあ、狭く感じるかもしれませんけれどもとりあえず聖書が語ろうとしている意味はこういうことじゃないかっていうことでまあ 理解をしていくっていうことはまり、はい、その中でじゃあその御言葉が私にとってその意味がどういうふうに私の生活の中で生きていくのか私の生活をそれがどう変えていくのかっていう意味での広がりっていうのは、まあ、次の段階といって変ですけれども私たちの実際の生活の中でそういう広がりを持っていくんだと思います。はい、よろしいですかね じゃあ3回目の講義に向けて少しあの宿題を出してみたいと思います。次回は、えーまあ、歴史のコンテクストという題名にしますけれどもこれは聖書が書かれた時代の,あの、まあ、状況といいますかそういうものをちょっと勉強した上で実は聖書を読んでくださいねという話をします。今の時代と私あの聖書の時代っていうのは、まあ、かなりいろんなことが違うので。 まあそこのこう違いをどう埋めるのか、あるいはそれをどう理解するのかという話。それがなければ、やっぱり聖書はちょっと理解しきれないところがやはりあるので、まあそのことを少し話をしていくつもりですけれども。まあそのために確認をしておきていただきたい。あるいは宿題としてちょっと見ておいて,おい,ていただきたいのは。聖書はもともと何語で書かれたんですかね？ということです。ちょっと調べてみてください。 日本語ではなかったことは事実です、はい。で、えっと、いろんな調べる本もありますけど。いざとなったら、あの、僕先生に聞いてみてください,、はい。はい、これを宿題にしたいと思います。それでは、今日は、これまでにして、また次回お会いしましょう。